動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。いつも皆様温かいコメント本当にありがとうございます。励みになっております。今回もリーディングをしていくんですが、今回のリーディングを皆様のですね、今後の恋愛や人生のヒントやアドバイスになることを祈っております。はい。今回のテーマはですね、1年後あなたの隣にいる人はどんな人なのかというテーマで、まあ今回はね、その1年先ですね、まあこの動画を見ていただいたタイミングでの、まあ1年後ですね、あなたの隣にいるのはどんな方なのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい。今回も3択リーディングね、やっていこうと思うんですが、まずはこちらのシンキングボールの音色で魂の浄化を図っていきたいと思います。シンキングボールの音色にはですね、ネガティブなエネルギーや心の壁を取り除く浄化作用があるというふうに言われていますので、皆さんもね、リラックスした状態でお聞きいただいて、気持ちを落ち着けてからリーディングに入っていきたいと思います。はい。ではですね、早速ですね、こちら鳴らしていきたいと思いますので、皆様もリラックス状態でお聞きください。では参りたいと思います。はい。ではね、早速リーディングに入っていきます。選択肢左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらの Wish Upon a Star というカードで、星に願いをというカードになります。はい。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお伝えしていきたいと思います。はい。こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのシャイニングスルーというカードです。輝き続けるというねカードになっております。はい。こちらが B になります。はい。そして最後 C ですね。 C はスイングビヨンドということで、まあ先を見据えていくというかね、先を見ているというカードになっています。はい。こちらがですね、C になります。はい。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい。カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい。それではですね、まずはじめに、こちらの Wish Upon a Star というカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。はい。今回のテーマはですね、1年後、あなたのね、隣にいる人はどんな人なのかということでね、まあ1年後、あなたのそばで一緒にね、過ごしている方ですね、まあそれがどういった方なのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい。まあ、今回はね、いろんなカードを使っていって、まあ、どんな方なのか、どんな特徴のね、方なのかとかをですね、見ていき、最後はですね、その方のイニシャルというところもね、見ていきたいと思います。はい。これよりリーディングをしていくんですが、今回のリーディングもですね、皆様の今後の恋愛や人生のね、ヒントやアドバイスになることを祈っております。はい。ではね、今回いろんなカードをね、ちょっとこう使っていきますので、まあ、いつもよりね、ちょっとこうシャッフルに時間がかかるかもしれません。ですのでね、シャッフル後のタイムテーブルについてはですね、動画の下の概要欄に記しておりますので、よければね、そちらもご活用ください。
はい、ではお待たせしました。1年後ね、あなたの隣にいらっしゃる方はどんな方なのかということですね。はい、こちらのカードでね、見ていきたいと思います。一気にね、カードをオープンしていきましょう。うん、カラス。うん、はい、ではね、見ていきます。まず、特徴としてね、後ほどまた詳しく見ていきますけれども、あのね、人生経験が豊富な方っていうところとね、対話をね、結構大事にする方、どちらかというと自分から話すんだけれども、話す、なんだろうかな、この基本的に聞く人、話はね、聞くんだけれども、要所でズバッとね、こう、あの大事なことを言ってくれるようなね、方で、それは甘い言葉だけじゃなくてね、時にはあなたのことを思って厳しいこともちゃんと言ってくれる、そういった方なのかなと思います。うん、なんだろうかな、偽善的な優しさではなくてね、本当にあなたのためになることをこうちゃんと言ってくれるような方っていうのが出ているので、そうですね。はい。なので、まあ、このあたりね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。まずはじゃあ、こちらから見ていきましょう。はい。ソードのキングというカードが出ました。まあ、キングということですので、まず王様ですね。だから位の高さっていうことを表すカードです。何かしらね、まあ、やっぱりこう実績をすでに残されて、まあ、実績とか功績をね、残されていったり、まあ、あとはね、何かこう一生懸命長年ね、頑張ってきたことによって今の地位にあるみたいなね。まあ、やっぱりこう何かに役職にね、ついていらっしゃったりもするのかなとは思いますし、まあ、1年後にね、今はそうではなかったとしても、1年後もう何かこう役職についているみたいなね、ポジション、大事なまあポジションを与えられているみたいなね、そういった方なのかなと思います。あるいは1年後にはステージが変わっている、例えばなんだろうかな、今は例えばまあ学生さんだったとしても1年後にはもう社会人になっているとかね、あるいは1年後には今の会社にいるんだけども別の会社に移っているとかね、まあそれ以外にもまあ今は、例えば、平社員だけれども、課長、係長とかになっているとかね、何かしら1年で、ステージアップとかですね。うん、まあ、今もすでについていらっしゃる方なのかもしれないですが、いずれにせよね、こう、キングというところなので、まあ、位が上がっていたり、位についていらっしゃる方ということです。で、ソードのキングっていうのは、これですね、独断で、何かこうね、決断をする人じゃなくて、しっかりとね、まあその、まあ民衆と言いますか、周りの声を聞いて判断をする人っていうことなんですね。で、プラス、ここも出ていて、コミュニケーションっていうのが出ているんですね。だから、あなたと一緒にいるときも、あなたがどうなのかっていうのをこう聞いてから、それをこう踏まえて、自分も決断していく。だから、あなたの意見なしに何かを決断するってことは基本的にはない。ちゃんとあなたの意見も聞いて、判断していく方なのかなと思います。だからこそですね、結構こう対話を重要視する人で、基本的にこう聞くタイプの人なのかなとは思います。あなたの意見を聞いてくれる人。で、これ考えてる王様いる通り、なるほど、そうなのかと。あなたの本心とか、あなたの考えはそうなのかというね。そういったことをちゃんと聞いて考えていると。いうカードになります。まあなんかここはね、カラスのが伝えてくれたことを多分ね、聞き入れて、なるほど、じゃあどういった決断がいいかな、みたいなね。それをちゃんと考えてくれる人ということですね。で、その方は、あなたのね、耳障りのいいことだけを言う方ではなく、時にね、大事なこともちゃんと伝えてくれる、そういった方なのかなと思います。まあ、ここでもね、カラス出ていましたけど、ここもカラスが出ていて、カラスというのはね、これは真実を語るというカードになっています。まあ、いわば、ですね、まあ、なんだろうかな、耳障りのいい、聞き心地のいいね、こう、まあなんだろうかね、優しい言葉というかね、
なんかこう自分自身の、なんだろうかな、まああんまりこうグッと来ないもんじゃなくて、あなたにとって必要なことがあれば、時にそれは厳しい内容だったとしても、それをちゃんと伝えてくれるっていうね。うん、そういった方。だから本当の意味で思いやりを持って接してくれる方だと思います。周りの人は多分ね、気を使ってあなたには大事だと思っていてもなかなかこう言いづらいことは言えなかったりするんだけれども、お相手の方は本当にあなたのことを思っているからこそ言ってくれる。だから、ね、言葉とかで、まあ、時にね、ちょっとこう、きつい言葉を言うっていうような方なのかもしれません。特徴としてはね。でもそれはあなたのためを思って言っているっていうことなので、まあ、そこの愛情をちゃんとあなたは受け取っていった方がいいかなと思います。うん。うん。で、次に、こちらですね。ソードの2というカードが出ました。ソードの2。まあ、このカードも、もともと、このカードもというか、このカードはもともと正位置の時に、二者択一っていうことで、二つの選択肢の間で揺れ動いているっていうカードなんですね。うん。だけれども、その、まあ、二つの選択肢の間で揺れ動いていて、どっちにしようかなっていうことが、こう、決められなくて、なんかこう優柔不断な姿勢を見せているみたいなカードなんですけれども、うん、それにね、まあ、答えを出してくれるっていう人なんですね。だから今ですね、もうすでに多分出会っている方なんだと思います、あなたとね、うん、あなたと出会っていて今の時点ではまだ答えを出してくれない。例えばあなたとお付き合いをするか、やめておくかとかね、今の関係のままでいるか、それともお付き合いに進むかとかね、何かしらの二択があると思うんですね。あなたとお相手の方との関係の間に。うん。で、それをまだ決められていない。だけれども、一年後にはもう決めてくれている。っていうことですね。決めて多分あなたの隣にいるっていうことなので、まあ良い方向を選んでくれるっていうことですね。良い選択肢。うん。だから、今の時点ではちょっとこう、曖昧な、まあ、態度といいますか、曖昧な関係を、まあ、曖昧な関係の状態にいる方なのかもしれません。ただまあ、これはね、すでに出会っている方だからこそ、出たカードなのかなと思うので、これから新しく出会うというよりか、今、出会っていらっしゃる方で、ちょっとこう、答えにね、詰まっていらっしゃる方、あなたとの関係をどうするかっていう問いに対しての答えに詰まっている。みたいな感じでね、なんかこう、ちょっと答えを渋っているってわけじゃなくて、いろいろこう考えている方なんだと思うんですね。それこそこのキングっていう立場が、お相手の方は悩ませているんだと思います。ね。王様っていうのはまあトップですけれども、トップだけじゃなくてね、何かしらやっぱこう責任のある立場ですね、にいらっしゃるからこそ、なんかこうすぐに即決できない部分もある。周りのことも気にしていかなくちゃいけないし、自分の立場を成り立たせていけるのかどうかっていうことですね。あなたと一緒にいるにあたって。で、いろんなことを考えなくちゃいけない立場だからこそ、今すぐには答えをでき、出せていなかったとしても、一年後にはね、出してくれている。うん。そういったね、方なのかなと思います。うん。はい。で、次、こちらちょっと見させていただきますね。はい。うん。なるほどですね。はい。まあ、世界というカードですね。が出ているわけなんですが、まあ、だからまあ、一緒にね、こう、世界を作り上げていくような方なのかなと思います。うん。あ、世界じゃないですね。間違えました。世界じゃ、節制ですね。節制というカードになります。うん。世界だと思ってます。節制ですね。節制というのは、こう、安定ですね。安定を表すカードなので、まあ、だから、ですね。一年後ね、一緒にいて、まあ、安定している。今ね、お相手の方が、答えをね、出してくれなくて、二人の関係っていうのが、どっちなんだろうみたいなね。友達なのか、恋人なのかとか、この先も続いていく仲なのか、それともね、もう終わってしまう仲なのかみたいな感じで、こう、定まっていないっていう状態だと思うんですね。でもそれが安定していくっていうことだし、まあやっぱりこれね、陰と陽のマークがあるの見えますかね、ここに。陰と陽のマーク。これ陰と陽のマークなんだけれども、だから、特徴としてあなたとは違う性質の方だと思ってください。あなたと全く似たような人ではなく、全く違う性質の方。例えば、あなたが、なんだろうかな。まあ、あなたがちょっとね、ネガティブ思考だったとするならば、お相手の方はすごくポジティブ思考とかね。うん。あなたがなんかこう、すごく、ね、細かいことにもこう気にするような人だったら、お相手の方は結構大胆な人とかね。
なんか何かしら性格とかね、価値観とかは違う人、行動パターンとかも違う人だと思います。だから本当に一緒に1年後もねいられるのかなっていう心配があるかもしれません、今のあなたには。だけれどもその性質の違いこそが2人を引き寄せていくし、その性質が違うことによってお互いが補い合えているからこそ1年後も続いていると思ってください。だから同じになろうとしなくていいんです、お相手の方とね。で、あなたもお相手の方は自分と同じにさせない方がいいと思います。それぞれがそれぞれ違っていた方がうまくいく関係、なので、だからその性質的な部分としてはあなたとは違うと思います。性格であったり行動であったり、もしかしたら経歴とかも違うかもしれません。だけれどもそれでいい、っていうカードですね。はい。なんで世界って出てる、ちょっと世界っていうね、カードを読みたかったのかもわからないですけれども、まあ節制ですね。これ節制になります。失礼いたしました。はい。で、コミュニケーションは、カラスも言いましたし、まあここですね。ヒーラーオブザエイジーズっていうカードです。これはね、健やかさと生命力っていうことで、一緒にいることでね、あなたの生命力が上がる方だと思ってください。だからまあ今のね、時点で一緒にこう会っていらっしゃる、すでに出会っていらっしゃる方っていうふうにお伝えしましたけれども、なんかね、その人といると自分自身の、例えば自己肯定感が上がるだとか、なんかこうもっとね、綺麗にならなきゃとか、もっとね、かっこよくならなきゃみたいなことを自然に思える人ですね。あとはなんかこう癒されるですね、なんか落ち着くなと。なんかこう本当にこう、その人といると癒されている実感がするというかね、まあそういった方ですね、なんかこうお相手の方の放つオーラなのか雰囲気なのかわからないけれども、それがすごく居心地が良くてあなたが癒されるっていうのがまず一つ特徴と、あとはね、このカード、まあ健やかさと生命力を与えてくれる人っていうことなんだけれども、これね、熟練した人っていうことなので、まあ社会経験が社会経験じゃないですね、まあいろんな経験、まあ恋愛においても人間関係においてもお仕事においても何でもいいんですけれども、なんか経験が豊富な方、これはね別に年上年下とかではなく経験が豊富な方、経験あるいは知識ですね、の豊富の方、あるいは何かのね、道に、すごく熟達している方ですね。まあプロとまでは言わなくてもなんか精通していらっしゃる方ですね。いろんなものを幅広くやっているというか、一つの道をちょっとこう極めている系の人ですね。まあそういった人になりますし、何かこう人を癒す仕事の方なのかもしれないですね。例えば、あの体をほぐすとかね、マッサージで会うとか、なんかセラピストとかですね。まあお仕事の系統としてはね、別にそれだけではないですけども、人を癒すお仕事ですね。まあ何かね、こう楽器を弾いてメロディーを奏えてね、人を癒すっていうのもありますし、そういった意味でね、すごく人を和ませたり癒したりね、勇気とかそういったものを与えるお仕事の方なのかなと思います。はい。まあそういった形で生命力とかね、健やかさを向上させてくれる人ということですね。はい。まあトレーナーとかもね、あるかもしれないですね。なんとか先生とかね。ドクターとかもそうかもしれないですね。はい。で、次はですね、まあこの3枚ですね。あとは、まあここですね、Believe in yourself というカードになります。まあ自分たちを信じるというカードです。だからあなたの中でもすでにね、一緒にいることを想像している方なんじゃないかなと思います。一年後この人がね、と一緒にいれたらいいなぁと思っている方がね、もうすでにおられて、で、今回の動画をご覧いただいているんじゃないかなと思うんですが、まあそのね、一緒にいるっていうことを一年間ね、絶やさずに思い続けていれば一年後一緒にいるということになりますが、逆にね、どこかで、例えば、まあ、半年思えたけれども、半年を境にね、一緒にいれるような気がしなくなってしまったってなると、一年後、一緒にはいられないかもしれません。だ今の時点で思い浮かんでいるだけじゃなくて、一年間思い続けていくことによって、実際に二人が、ね、こうすごく近い距離で、しかも、まあ、虹がかかっているっていうことなので、幸せな関係が築けているっていうことなんですね。だから、やっぱりそのイメージっていうのは、今だけを強くするんじゃなくて、一年間継続させていくっていうことを意識していただいた方がいいと思います。だから今の時点ですごくね、なんだろう、イメージはどこまでも無限だと思うんだけれども、なんかね、こう、行き過ぎて、今の時点で、なんかこう、
ね、いろんなことを想像してもいいんだけれども、1年間それを継続させていくっていうところを、意識していった方がいいと思います。うん。1年間そう、信じ続けることで一緒になれるっていうことなのね。1日だけ信じていればいいっていうわけじゃないということですね。うん。で、実際にこの、お相手の方は、その、あなたとの関係をどういうふうに想像しているのかっていうと、ミラクルズ&ブレッシングス、奇跡と祝福っていうことなんですけども、だからお相手の方の中でも今の時点であなたと一緒にいるっていうことは、どこかちょっとね、奇跡に近いことだと思っていらっしゃるのかもしれません。それは自分の立場であったり状況を考えると一緒になるっていうことは、現時点ではハードルが高いのかもしれません。だけれども一緒にいる。ね、いて、こう、祝福を受けたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。だから、いろんな事情を踏まえて考えてるんだけども、前提にある感情としてはあなたと一緒にいたい。でもあなたと一緒にいるためにこれがちょっとこう、ね、妨げとなるとか、この問題をなんとかしなければいけないみたいなところを今悩んでいらっしゃるんだと思うんですね。うん。だから、実際に一緒にいるっていうことに関しては、今の時点では奇跡に感じるぐらいちょっと難しいことなのかもしれないけれども、でもそれを掴みたいっていうふうには思っていらっしゃる方なんですね。うん。し、祝福を受けたいっていうことは、やっぱりそれがあなたとの関係が、まあ一緒になって、例えば認められるようになりたいとか、うん、周りから祝福を受けるようになりたいとかね。なんかそういう良い方向に進んでいくことを望んでいるっていうカードでもあるので、うん。まあだからしっかりとね、考えてはくれているんじゃないかなと思います。はい。で、最後こちらのカードです。アクティベイティッドアースというカードで活性化する地球というカードが出ました。うん。まあ導きに従うっていうカードなので、まあ1年後にね、おそらくこうまあ1年かけてね、一緒になっていく未来をこれから過ごしていくんだと思います。うん、そういう導きがもう二人にあるんだと思います。一年かけて二人の距離が縮まっていくみたいなね。だからその導きに、なんだろうかな、こう、抗わないというか、例えば一年かけてね、一緒になっていくものを、例えば一ヶ月で一緒になろうとしてしまうと、せっかくね、二人が一緒になっていく流れを壊してしまうっていうことになります。だけれども、一年かけて、こうね、二人の距離がこう縮まっていく、この進んでいることに感謝していけば、ね、そこに、なんだろうかな、こう、一年かけて縮まっていく、この速度が遅いっていうふうにね、こう、不満を感じて、このね、スピードを早めようとしてしまうと、これ逆に反発してしまう。だけれども、この縮まっていく距離に感謝するっていうことをすれば、二人のつながりっていうのは、すごくね、強くなっていて、この先も安定していくようなね、活性化されていくんだと思うので、だからその導きには従っていった方がいいと思います。はい。はい、ということでね、ここまで、どんな人なのかっていうふうにお伝えさせていただきましたが、最後はね、イニシャルですね、その方のイニシャルを見ていきます。カード4枚引いていってですね、4つのイニシャルが出てくるようにしていきます。その4つのイニシャルのうちどれかな、1つでもですね、名前もしくは名字、あるいはね、ニックネームハンドルネームなどに入っていれば OK です。はい、カードの内容は関係なくイニシャルだけに注目していきます。ではね、見ていきます。イニシャルです。はい、一つ目のイニシャルが N ですね。 N になります。次が M が出ました。 NM です。 NM、 そして E ですね。 E、 最後が U が出ました。もう一度見ていきましょう。 N はまあ何ぬねのになってくるかなと思います。はい、次が M、 これ魔行ですね。マミムメモで、E は、まあ、A ですね。江藤さんとかね、エスミさんとか、江川さんとかね、エリナさんとか、エイジさんとかね、エリさんとかね、英語郎さんとかね、E はね、結構あるのかなと思います。U もそうですね、まあ、上田さんとかね、上沢さんとかね、上杉さんとかね、なんだろうかな、ウリタさんとかね、うつみさんとか、U もね、結構あるんじゃないかなと思います。イニシャルおさらいしておきます。NMEU になります。NMEU ですね。はい、こちらのイニシャルが出ておりました。
はい。そして最後ね、こちらのカード。まあ、これはね、あなたへのアドバイスカード、Wish Upon Star というカードです。まあ、欲しい願いをっていうカードなんですけども、Believe in Yourself と近いですね。まあ、だから欲しい願いをかけていくっていうことで、あなたがすでに願いをかけている人を、まあ、そのかけている願いを掴むことができるんだけれども、掴んでる人の姿を見ていただきたいんですね。これ子供が描かれています。子供っていうのはすごく純粋な気持ち、ね、可能性とか、そういったものとか、まあ可能性とか、まあ現実ですね。現実というのは関係なくですね、可能性を信じてね、こう夢見るからこそその夢が手に入る。その姿勢が大事で、なんかこうもう現実はこうだからっていうことで諦めてしまったり、勝手にね、自分の可能性を決めてしまっていては、あなたのね、望みのものはこれ手に入らなくなってしまう。その現実に、まあ囚われたり、なんかこう価値観とかでね、もう勝手に決めてしまうんじゃなくて、純粋にそのね、思いを続けていくっていうことをすれば手に入るっていうカードが出ていますので、まあこれもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はね、眠れない時はどうしてますかということで、これご質問いただいた内容になります。ご質問ありがとうございます。そうですね。まあ、これ以前にも、どこかで答えたような気もするんですけども、まあ、改めてね、お話しすると、基本的にあんまこう、寝れないことは、私のとしてはね、幸いなこと今はないんですけども、まあ、今後あるかもしれないですが、で、まあ、寝れないなっていう時はですね、あえてね、寝ようと思ったらもう寝れなくなってしまうので、もう絶対朝まで起きてやるぞというですね、なんかそっちのね、なんかこう反発するというか、もう絶対寝ちゃダメ、絶対寝ちゃダメっていうふうに思うと逆に眠くなってくるみたいなね、なんかそういうふうに、まあ自己催眠ではないのかもしれないですけども、まあ暗示をかけたりですね、あとはね、私の場合はちょっとこれね、あんまり理解できないかもしれないですけども、なんかこう、海の中にね、こう、なんだろうかな、こう、落ちていくというか、海の中にこう、なんか沈んでいくところを想像して、なんだろうかな、海の生き物結構怖いんですね。海洋恐怖症ではないんですけども、例えばもうめちゃくちゃ大きなサメとかね、なんかそういう怖い生き物を想像しているうちになんか寝れちゃうんですね。これなんでかわからないんですけれども、ある日ね、その法則に自分の中で気づいたところがあって、なんかそれを想像するようには、していますけれども、まあ逆になんかこうどんどんね、地表からこうね、宇宙に向けてこう飛んでいくところを想像する人っていうのもね、いるらしいですけれども、まあなんかそんな感じでなんかこう、ね、現実的ではない世界を想像すると、なんか寝れたりもするんですが、皆さんはね、寝れない時はどうしていらっしゃいますでしょうか。ね、実際にそこでね、困っていらっしゃる方もいると思うので、ぜひね、皆さんでその情報をね、共有していただけると嬉しいので、何かね、ありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人に相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。それではですね、次にこちらのシャイニングスルーというカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはですね、1年後あなたの隣にいる人はどんな人なのかというテーマで、まあ、1年後もね、一緒にいる方、1年後に新たにね、一緒にいる方がね、それぞれあるかもしれないですが、どんな方なのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まあ、今回はね、いろんなカードを使いながらあなたのね、1年後一緒に、まあ、隣にね、いらっしゃる方はどんな方なのかというのを見ていき、最後はね、その方のイニシャルをね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、早速リーディングをしていくんですが、今回のリーディングもですね、皆様の今後のね、恋愛や人生のね、ヒントやアドバイスになることを祈っております。はい。
はい、ではね、お待たせしました。あ、1年後ね、あなたの隣にいる方はどんな方なのか、一緒にいる方はどんな方なのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、うん、はい、ではね、見ていくんですが、なるほどですね。現状がすごくちょっとね、今苦しい方なのかなと思うんですね。ただそれが多分1年後にはそれを乗り越えていて、今はね、なんかこう新たにね、偽りっていうわけではないんだけど、なんかね、隠していらっしゃることがあると思います。その隠していることっていうのは、やましいことを隠しているという意味ではなくて、本当は例えばあなたのことが好きなんだけれども、その好きという気持ちを自分の中に秘めているという意味で隠しているっていうことですね。だから、気持ちを全然言ってくれない、言ってくれていない人、今の時点ではね。うん。が、あなたと一緒にいる方なのかなと思うし、もうすでにこれは出会っていらっしゃる方だと思います。新しく出会う方というよりかは、もうすでに出会っている。まあ、出会っているっていうカードが出ているのでね。うん。なので、ちょっとお伝えしていくと、まあ、じゃあ、このカードね、今お伝えしたので、まあ、これはね、お相手の方がどういう未来を描、あなたとの未来を描いているかっていうところのカードなんですけれども、もう先にここから見させていただきますね。オネスティーズエッセンシャルということで、まあ、正直、まあ、正直さ、まあ、なんだか誠実さですね、は、必要不可欠ということで、もうこれ二人出会っているんですね。出会っているんだけれども、片方の方は真正面を向いているけれども、仮面をしている。で、もう片方の方は、まあ何でしょう、こう、背を向けているんだけど、振り返っているっていうね、姿が描かれています。で、ここでも二人の接触があるので、すでに出会っている方なんだけれども、多分こっちがお相手の方なんだと思うんですね。で、まあ仮面をこう被っているということで、何かしらやっぱこう仮面っていうのは顔を隠しているっていうことなので、まだ隠している部分があるわけですね。明らかになっていない部分、ミステリアスな部分といいますか、なんだろうかな、明るみになっていない部分っていうのがまだあるんだと思うんですね。例えばまあ、あなたとはもう出会っているんだけれども、あなたとしてはまだそのお相手の方の本質がまだわからない。うん。それこそまあ気持ち、本当に自分のことをどう思っているのかっていうところはまずわからないっていうね、方もそうかもしれないし、まあ、場合によってはね、本当は何の仕事をしていらっしゃる方なんですかみたいなね、そこがまだ分かっていなかったり、本当はなんかどういう、なんだろうかな、家族構成なんですかとか、どこに住んでいるんですかとかね、なんかそういう方とかね、実際まだ会ったことがない、会ったことないっていうのは、すでに繋がってはいるんだけども、リアルで、まあ、いわば対面でというかね、そこでまだ会ったことがないとかね、だからそういった部分でまだお相手の方の姿がわからないとかね、何かしらこう、まだ明らかになっていない部分があるのかなと思うんですね。まあ、直接会ってる方もいるんだけども、気持ちがわからないとかね。うん。でもね、この、花をあなたに渡そうとしているということで、なんかこう、好意めいたものは見受けられると。うん、自分に対した、なんか好意を持っているんだろうなっていう態度であったり、言動、まあ行動とかね。例えばまあ、それこそまあプレゼントをしてくれたとかね。なんか好意の伝わるようなことはしてくれている。けれども隠れている部分もあって、どっちなんだろうと。で、こっち側があなただと思ってください。で、あなたは背を向けていて振り返っているわけですね。あなたも正面を見ればいいんだけれども、正面を見てしまうと、なんかこう見たくないところも見えてしまうんじゃないかっていう、なんかこう怖さがあって振り返るっていうことしかできていないみたいなね。なんかそういうカードなんですね。だから、すでには出会っているんだけど、まだあなたとしても、こう、全部を知りたいんだけども、全部を知るとなんかこう怖くて、知れないみたいな、なんかそういう関係の方なのかなと思います。で、お相手の方が、まあ、その、いろいろとね、あなたにまだ隠している部分がある理由について、まあ、この二つがね、現れているのかなと思うんですが、まず、その、ソードの10っていうカードが出ておりました。これ、正位置で出ているんですけれども、まあ、このカードはですね、まあ、試練とか逆境とかね、まあ、あとは、まあ、ちょっとお相手の方にとって過酷な、状況が訪れているっていうカードになっています。うん。で、まあ、このカードとしては、だからま、その、今ね、
まあ、1年後はそれを乗り越えていらっしゃるんだと思うんですけども、お相手の方にとってはちょっとね、辛抱しなくちゃいけない状況であったりだとか、ちょっとね、いろんなものを犠牲にしないと乗り越えられないような試練が今訪れているわけで、その状況の中であなたに対して、まあ、隠しているっていうわけじゃないけれども、まあ、抑えるためにっていうことなのかもしれないですが、ね、全部をこう見せてしまうと、まあ、あなたにもこうね、期待を持たせてしまうと。まあ、これから関係が進んでいくんだろうなとかね、実際に関係が進むこともあると思います。仮面を外せば、お相手の方がね。あなたも安心して、あなたもお相手の方に背を向けるんじゃなくて、ちゃんと振り向くことができて、そこで愛が始まっていくんだと思うんだけれども、今仮面を外して始めたとしても、二人の恋にも試練が訪れてしまうっていうのがあるので、今はちょっとこう、内に秘めていたりだとか、隠している部分がある。ということなんですね。で、こちらのカードも、ソード9っていうカードは、将来への不安とか、憂鬱とかね、まあ、損失の予兆だから、今、あなたとの関係を始めたとしても、すぐそれが損なわれてしまう、損失してしまうっていうふうに感じていらっしゃる方だから、そういった意味でも、やっぱり、まだ全部をね、明らかにしない方がいいんじゃないかっていうことで、あえてね、そうしていらっしゃる。あなたはなんかこうね、不安がらせるためにしているんじゃなくて、二人の関係を進めるタイミングとして今はね、ちょっとこう、まだあまり良くないというふうに感じていらっしゃるからこそ、ちょっとまだ見せていない部分を作っているというかね、見せていらっしゃらないっていうことなのかなと思います。はい。で、そうですね。本来はすごく愉快な方でもあるのかなと思うんですね。この方。いそしぎのスピリットのカード、Be Playful っていうことで遊び心を持つっていうね、カードが出ました。だから本当はね、すごく愉快な方で、なんだろうかな、悩み事がない時とかは結構冗談を言ったり、ダジャレを言ったりもするのかもしれないですけども、結構ね、キャッキャ騒いだりだとか、まあ子供みたいな、まあ無邪気なところもあるみたいなね、そういった方だと思います。本来の姿の時は。ただ、今っていうのも、どこかそれをまあ、見せているかもしれないけれどもね、あなたには。でも見せきれていないのは、やっぱこう将来の不安があるから、っていうことですね。だから、なんかこう、素の自分っていうものを、まだなんだろうかな、もしかして 100% あなたに見せれていない、方なのかもしれません。で、次じゃあここ見させていただきますと、ウーマンホールディングコインっていうカードです。まあ、金貨を持つ女性ということで、まあこれね、まあ、まああなたの思っていらっしゃる方が、まあ女性だった場合からね、ちょっとお伝えしていくと、すごくね、なんだろうかな、収入の多い方だと思っていただけたらなと思います。まあその億万長者とかではなかったとしても、結構こうバリバリ、キャリアもね、バリキャリ系と言いますかね。すごくね、お仕事も頑張っていらっしゃっていて、収入とかね、すごくある方、でもあるのかなと思うし、まあ、あなたがね、思っていらっしゃる方が男性だった場合は、これがあなたになるわけですね。だから、あなたに、まあ、お金を持ってもらっているということで、おそらくね、その、まあ、気持ちという部分もそうなんだけれども、まあ、その暮らしの、なんだろうかな、水準と言いますか、生活水準と言いますかね、質、っていうところも、まあ、結構気にせられる方なんですね。一緒にいるにあたっては、一緒にいる人が、なんかこう、まあ、なんだろうかな、好きという気持ちを確認できて、幸せでいられればそれでいいっていうのではなく、なんかこう一緒にいる人には、まあいい暮らしをしてほしいというかね、なんかこう豊かな生活をしてほしいというか、なんかそういうふうに思っていらっしゃる。別にお金で繋がろうとかそういうわけではなくて、なんかこうね、例えば一緒にいるにあたって、例えばまあデートもね、毎回なんかこう同じところばっかりとかね、なんかこう、あんまり、その、なんだろうかな、お金のかからない、例えばおうちデートだけとかね、そういったものじゃなくて、いろいろなところを、例えば、まあ、連れて行きたいとも思っていらっしゃるわけですね。し、いろんなものを一緒にね、こう、見に行ったりとか、経験していきたいっていうふうに思っているので、そういった面で、なんかこう、いろいろね、あなたにしてあげたいタイプの方なんですね。あなたにしてもらいたいタイプではなく、あなたにしてあげたいというタイプ。
というか考え方、恋愛観を持っていらっしゃる方なのかなと思います。だから一緒にいる人がそういった面で、まあ気持ちの部分だけじゃなくて、なんかいろんな経験ができているかとか、なんか豊かさを享受できているかっていうところもこう結構気にしちゃう方で、それが実現できるときにはすごくね、愉快な方になるんだけれども、それがなんかこう今の自分にはできないっていう風になっちゃうと、もしかしたら引っ込んじゃう方なのかもしれません。引っ込むというか、なんか隠しちゃう、このね、仮面を被っちゃうというかね、そういう方なのかなと思います。はい、でこれまだ見てなかったですよね。はい、まあ、インジャっていうカード、まあやっぱり今ね、これをお伝えする前に言えばよかったですね。あのまさに引きこもるというカードが出ました。インジャというカードの逆位置ですね。もうなんかこうね、行き詰まったり、なんかこう悩みが出た時には、誰かにね、相談して、一緒にその人のと、なんか解決していくというよりかは、もうなんかね、徹底的に一人でこもっちゃうタイプの方なんですね。困った時、心配な時、不安な時っていうのは、誰かにね、相談して、なんかこう悩みを打ち明けるタイプじゃなくて、もう完全になんかこうシャットアウトしてね。自分で考え込んじゃうタイプの方。まあだから引きこもっちゃうタイプの方ですね。だから今引きこもっていらっしゃる方なんじゃないかなと思います。今の時点ではあなたと、まあちょっとこう、まあ引きこもっているせいでね、あなたとの関わりっていうのは今持てていない方ですね。引きこもりの期間っていうのがやっぱある方なんですね。困った時には。で、その時にはもう徹底的に引き込まれると思います。だからあなたとの連絡ももうね、多分返さないんじゃないかなと思います。音信不通になったり、それでもね、あなたから連絡が来るようなことがあればもうブロックしちゃうみたいな。まあでもそれは解除されるんだと思うんですけどね、その状況抜け出したら。だけれども、結構こう引きこもるというのがね、本当の意味の引きこもるじゃなくて、殻に閉じこもるみたいな。一人になりたがるというかね、そういうタイプの方だと思います。だから、この引きこもっている時の姿と、その、まあ何かね、こううまくいっている時のその愉快な姿、だから結構ね、ギャップの激しい方。同じ人なんだけれども、なんかこう二つの性質を持っている方、陽の部分と陰の部分を持っている方なのかなと思います。二面性と言いますかね。はい。で、そうですね。次ここですね。これ本来はいい意味のカードなんですけども、まあここまで出たカードの内容を踏まえるとですね、フォーカス、これ集中するっていうカードで、まあ一つの星だけを見てね、そこにガーッとこう進んでいっているみたいな。だからすごい集中力を発揮できる人ではあると思うんだけれども、一つのことにしか集中力を発揮できない方になります。だから何かこうね、ターゲットがもう定まったらもうそれしか見えていないってことですね。実はここにも、ね、この丸の外にはですね、いろんな星があるんだけれども、なんかもうここを目指すって決まってもそれしか見えないタイプの方ですね。だから、これ、この定まっているものがあなたとの関係だったらいいんだけれども、例えばこれ違うこと、まあお仕事のこととか勉強のこととかにね、そこにロックオンしてしまうともうそれしか見えないし、それに関する情報しか耳に入らないようになるし、逆にそれ以外を受け付けないようになる方でもあるのかなと思います。だから、もしかしたらあなたはね、こう一つのものを目指していく中で、もう一つのこととか、なんかこう複数のことを同時にね、進められる方なのかもしれませんけれども、お相手の方にはその器用さはないから、そこは理解してあげた方がいいと思います。あなたは普通にできることが、お相手の方には普通にできないから、そこを自分と同じ感覚で見てしまうと、なんかこう喧嘩とかになってしまうかもしれないですね。はい。で、ここ見ましたので、じゃあ次ここですね。はい、ハッピーソウルっていうカードですね。まあ幸せな思いということで、やっぱり、今の時点でもですね、まあちょっと隠していらっしゃる部分はありますけれども、あなたと幸せになる未来っていうのを描いていらっしゃるようです。日が昇ってきているっていうのがありますけども、これ夜明けですね。だから夜明けというのは何かこうね、状況が好転するということを表すカードでもあるので、あなたとの関係を今はね、こう閉じこもっていらっしゃるんだけれども、まあ一年後までにはね、何かこう幸せな関係になっているっていうことを、まあ想像してはいらっしゃる、ということですね。だから、これがね、その太陽が沈んでいくようなカードだったらば、もうあなたとの関係を終わりの方向で考えているっていうことなんだけれども、ここから例えばまた発展させていくとか、繁栄させていくとか、
なんかそっちのね、こう明るい方向に進んでいく流れで考えていらっしゃる方なので、まあ、終わらせるみたいなことでは、ないんじゃないかなとは思います。はい。はい。まあだからね、まあそういった意味でもちょっとこうね、まあ閉じこもってしまった時はちょっと厄介だけれども、まあ基本的にはあなた、をね、こう、まあ、ベースとしてこのね、幸せにしていきたいって思いがあるから、それができないときには、なんか、不甲斐ない自分を見せたくないみたいな感じでね、閉じこもっちゃう方なのかもしれませんですね。はい。で、最後、こちらのカード、メッセンジャーというカードが出ています。はい、調和とバランスをもたらすというカードです。で、そうですね、まあ、お相手の方、まあこれはね、調和とバランスをね、取り戻すということで、まあ、このカードとしてはね、男性性と女性性のバランスを取り戻すときに世界が進んでいくっていうカードで、まあだから、本来は男性性と女性性を、まあ持っていらっしゃる方なんだけれども、状況によってすごく男性性が強くなってしまったり、まあ逆に女性性が強くなってしまうっていう方、だから二面性がある方なんだと思うんですね。で、特にうまくいっていないときは、もしかしたら男性性、まあ先ほどね、この一つのことにしか集中できないというのは特に、まあ男性はシングルタスクっていうね、女性はマルチタスク、同時、複数のことを同時にできるみたいなのがあるので、なんかうまくいかないときはもう男性性がめちゃくちゃ強くなっちゃう、方。でも、ね、その穏やかな時には女性性が、まあちゃんとバランスをね、保たれるようになって、あなたとの、会話とかね、楽しむように、こう、なんかいろいろこう気遣ってくれるとか、なんかそういう、まあやっぱこう、二面性っていうところがやっぱり特徴としてある方なのかなと思うので、でもそれを常に維持できるというか、結構状況によってどっちかに結構ね、こう偏っちゃう時がある特徴がある方なので、まあ、それでね、ちょっとこう、あなた自身も今の時点では不安をね、与えられているかもしれないですけれども、まあ、ここがありました通りね、まあ、幸せになっていく未来っていうのは描いていらっしゃるので、まあ、自分との違いっていう部分を理解してあげればですね、一年後をね、今、もし、出会っていらっしゃる方がいればね、その方とも一年後もね、一緒にいるんじゃないかなとは思います。はい、ではですね、最後その方のイニシャルをね、見ていきたいと思います。カードをシャッフルして4つのイニシャルが出てくるようにします。そのうちのどれか1つでも名前もしくは名字ですね、あるいはハンドルネーム、ニックネームなどに入っていれば OK ということにしていきます。で、同じイニシャルが出た場合はですね、もう一度こうシャッフルして4つ出るようにしていきます。カードのメッセージは関係ありません。イニシャルだけに注目していきます。はい、では見ていきます。はい、一つ目のイニシャルが S が出ました。S、サシスセ、そうです。また後ほど振り返っていきます。二つ目が I ですね。I になります。次が A ですね。A。そして最後が F が出ました。もう一度見ていきましょう。S はサシスセ、そうですね。はい、で、次、I ですね。I は E なので、まあ、なんだろうかな。井口さんとか、井出口さんとか、井出さんとか、井川さんとか、いおりさんとかね、伊藤さんとかね、いちかさんとかね、一郎さんとかね、いろいろあるかなと思います。市田さんとかね、市川さんとか、犬井さんとかね。はい。I ですね。I。で、次が A になります。まあ A もこれもありますよね。あーですね。浅田さんとか浅川さんとかね、相川さんとかね、アモンさんとかね、あいださんとかね。A もね、いろいろあると思います。名前もね、あると思います。で、F。これは、まあ、ですね。古川さん、古田さん、古山さん、藤田さん、藤山さん、藤川さんとかね。ちょっと名字ばっかりしか思いつかないですけども、文香さんとかね。まあ、いろいろ F もね、あるんじゃないかなと思います。はい。イニシャルおさらいです。SIAF、SIAF というね、イニシャルが出ておりました。
はい、ではね、最後選択肢のカードも見ていきます。シャイニングスルーというカードが出ました。まあ、輝き続けるというカードで、まあ、先ほどもお伝えした通り、お相手の方は二面性がある方、特にね、まあ、うまくいっていない時はちょっと男性性が強くなって閉じこもっちゃう方なんだけれども、大事なのはあなたが輝き続けてあげるっていうことが重要で、あなたが輝き続けていれば、その輝いているあなたの元にはお相手の方は戻ってくるよ。でもあなたが輝きを失ってしまって、このね、白い光ではなく、なんででしょうかね、例えば、まあ、黒い光ですね。黒い光というのは、例えば、なんかすごく、なんだろうかな、まあ、こう、不安とか、苛立ちとか、嫉妬とか、なんかそういうね、感情で、なんかこう、満ち溢れた状態だったらば、お相手の方も戻ってきにくくなってしまうわけなんですね。だから、一年後も一緒にね、いるために、あなたもあなたで輝き続けていくっていうことが必要だっていうのが出ているのでね。うん、だからまあ、シャイニングスルーっていうね、こう、光をね、放っているような姿があります通り、まあ、この、あなたが放つ光が時にお相手の方を救うっていうこともね、あったりするのかなと思うので、まあ、光を放つ存在にね、なっていくっていうことも大事にはなってくるのかなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は眠れない時どうしてますかということで、ご質問いただいた内容になります。ご質問ありがとうございます。そうですね。寝れない時っていうのはね、基本的にまだ私の中ではないんですが、寝れちゃうんですよね。まあ、ありがたいことに。だけども、まあ、たまにね、なんかこう旅行でね、ワクワクして寝れない時とかもあったりもするんですけども、その時にね、寝ようと思ったらなんかこう体って反発して寝れなくないですか。だからそれをこう利用して、じゃあもう寝るなと。絶対に寝るなよというね、もう絶対にみたいな、絶対に寝るなみたいなことをなんかこう自分に暗示をかけていると逆に眠たくなってくるみたいなね、なんかそういうちょっと単純な体なんですね、私の体は。だからそれもありますし、あとはね、これね、ちょっとあんまり理解できないかもしれないですけども、なんかこう海にね、どんどん沈んでいく自分を想像していて、そのね、中でなんかこう、海のこう、なんだかな、巨大生物みたいなのをね、こう想像すると、もう海結構怖いんですけれども、なんか怖いものをね、あえてこう想像するとなんか寝れちゃうって、まあもしかしたら気絶してるのかもしれないですけれども、なんかね、寝れてしまうんですよね、だからそんな感じでね、寝れない時はしているんですが、皆さんはね、寝れない時どうされていますでしょうか。まさにね、こう寝れなくて困っている方もね、いらっしゃると思うので、ぜひね、コメント欄で皆さんのね、その情報とかもね、共有していただけると嬉しいです。はい。ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりますが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのスイングビヨンドというカード、もしくはですね、 C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはですね、1年後あなたの隣にいる人はどんな人なのかというテーマでね、まあ1年後隣といいますか、一緒にね、いる方はどういう人なのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、今回はね、ちょっといろんなカードを使いながらですね、あなたがね、1年後一緒にいる方、隣にいる方はどんな人なのかっていうのを見ていき、最後はね、その方のイニシャルもですね、見ていきたいと思います。はい。これより、ね、リーディングをしていくんですが、今回のリーディングをですね、皆さんの、ですね、今後の恋愛や人生のヒントやアドバイスになることを祈っております。また今回ね、ちょっとこう、いろんなカードをシャッフルしていきますので、まあ、いつも以上にね、もしかしたらシャッフルに時間がかかるかもしれません。ですのでね、動画の下の概要欄に、シャッフル後の、ですね、タイムテーブルもご用意しておりますので、そのね、時間のところをポンと、押していただけますとね、シャッフル後に移動できますので、よろしければ、ご活用ください。はい。
はい、ではお待たせしました。ではですね、見ていきたいと思います。1年後ね、あなたと一緒にいる方、隣にいる方はどんな方なのかっていうことで、早速カードをオープンしていきます。うん、なるほど。うん、はい、では、うん、見ていくんですが、まずね、特徴としては、うん、あのね、今現時点ではなんか心の傷ですね。まあメンタル的と言いますか、心の傷でなんかこう立ち止まっていらっしゃる方なんじゃないかなと思います。心の傷を、受けていらっしゃっていて、なんか恋愛そのものから今は離れたいとか、恋愛恐怖症っていうわけではないにしても、なんかね、こうちょっとトラウマ的なところを抱えていたり、なんか今すぐに恋愛っていうことを具体的に考えられない方なのかなと思います。うん。で、本当はね、めちゃくちゃ、ピュアな方で、その好きな人にはもうね、こう、どんどんね、こう、好き好きみたいな感じになるんだけれども、それでね、そう思っていた人になんかこう、裏切られた経験がもしかしたらあるのかもしれないですね。で、それがすごいショックに残っていて、で、今、なんかこう、あんだけ愛していたのにというか、なんかもう恋愛ってもう、こんな傷つくもんなんだ、みたいな感じでね。そう思っていらっしゃっていて、なかなかね、次の恋愛に進めない方でもいらっしゃるのかなと。あるいは恋愛に進んでいたんだけれども、ちょっと離脱してしまった。やっぱりごめん、ちょっとこう、今はお付き合いというのはできないや、みたいなね。一回お付き合いをしたんだけれども、なんかその辺がね、やっぱこうトラウマが刺激されて、ちょっとごめん、やっぱりお付き合いっていうのは、今の自分でできないや、みたいな感じで、離脱された方なんじゃないかなと思うんですね。で、これね、新しく出会った方なのか、すでに出会った方なのかっていうと、これは、まあ、そうですね。すでに出会っている方っぽいですね。なので、まあ、ちょっとこのあたりお伝えしていきます。はい。まずはね、こちらのカードから見ていきます。これですね、ソードの3っていうカードが出ました。これね、ちょっとま、かわいそうな絵なんですけれども、まあ、鳥にね、剣がこう3本突き刺さっていて、この鳥の心がね、絵が描いているわけなんですが、心がこう傷ついているっていうカードになっています。で、これ逆位置になると、なんとかその心の、傷っていうものを乗り越えようとは今頑張ってるんだけど、まだ乗り越えている最中ということを表していて、だからまあこれがね、なんかこう恋愛で受けた傷っていうのがあるわけですね。もともとお相手の方はどんな方なのかっていうと、このドッグスピリット、犬のスピリットを持っていらっしゃる方で、もう好きな人ができたらもうその人に対してすごく、まあ忠実になるというか、まあ好きな人のためにこうね、まあ犬を想像していただいたらすごくわかると思います。このね、犬を飼っていらっしゃる方だったらわかると思うんですが、もうご主人様が帰ってきたらもうめちゃくちゃ喜びますよね。だから、それと同じように好きな人ができたらもうその人にめちゃくちゃ尽くすし、すごくこう懐くし、こう、いい子してみたいな感じでね、まあ甘えてきたりだとか、なんかそういうタイプの方なんだと思うんですね。で、それを、今までの恋愛においてもそういう、まあなんだろうかな、性質といいますか、恋人との関わり方においてはそういうタイプ、で、もしかしたらね、その、例えば犬をね、またこれも想像していただきたいんですけれども、例えばどっかに行くときですね、ご主人様が、それこそお仕事とかバイトとかでね、出かけるときに、なんで行っちゃうのみたいな感じですごくこう吠えたりね、引き止めたりしてくるんだけれども、それがね、まあ過去の恋人の方にとってはもしかしたらそれが、まあ鬱陶しかったりしたりして、なんかその、知らぬ間にね、なんかこう浮気をされていたりだとか、不倫をされていたりだとか、最終的にはちょっとこう、鬱陶しいっていうことでこう見捨てられたりだとかね。なんかそういう経験をされて、受けた
傷なんだと思うんですね。で、その傷をなんとかね、自分で癒そうとは思っているんだけど、まだ癒しきれていない、残り続けている、この傷っていうのがもしかしてトラウマというレベルでも残っているのかもしれないし、まあその異性恐怖症、男性恐怖症であるとか女性恐怖症であるとかね、まあそこまでじゃなくても、例えば男性不信とか女性不信とかね、そういった形で、まあ、まだ残っているという状況ですね。で、あなたとの関係の中でそれをね、克服できたらいいなと思っていたかもしれないんだけれども、ちょっと、言えていくかなと、思っていたんだけど、まだやっぱこう言えきれないところがあったりだとか、どうしてもまた、すごくこう、それが、心の傷がね、こう、うずくというか、刺激されてしまって、ちょっとごめんねっていうことで、もしかしたら途中でね、あなたとの関係から、離脱したりだとか、あなたがもうすでにね、お相手の方にアプローチをしていたとしても、ちょっとこう、今はね、こういった事情があって恋愛っていうものをする気になれないんだ、みたいなね。恋愛というものか今は遠ざかりたいんだみたいなね、なんかそういうことをおっしゃったかもしれません。だからこの許しっていうカードが出ていて、あなたに許してほしいと、今自分に心の傷があるから、あなたを、あなたからのね、こう気持ちに応えられないとか、一度お付き合いをしてみたんだけれども、やっぱりね、どうしてもこう、恋愛をするのが怖くて続けられなくて、ちょっとこう一旦ね、関係を解消させてほしいんだとかね、とにかくこう許してほしい思いがある方なわけですね。だから、まあここで2人がね、もう実際に出会っているような様子があるので、すでに出会っていらっしゃる方なんじゃないかなと思うんですね。で、実際にあなたに謝っているというかね、許してほしい、という気持ちをもうすでに抱いていらっしゃる方ですね。そうなのかなと思います。だからすでに出会っていらっしゃる方。で、こちらのカードですね、ワンドの3というカードも逆位置でした。これもね、もともと正位置の時には、こう、崖からね、こうね、飛び降りるぐらいの勇気のある行動を起こす、実行に移すっていうカードなんですね。だから思い切って何か行動するとか、思い切って、何かこう決断をするとかね、一歩踏み出すという意味のカードなんですね。だけれども逆位置になると、何かこうね、前に進めていくことであったり、行動を起こすことに、まあ、後ろめたさがあると。自分の心の傷を、なんだろうかな、まだ言えていないまま、あなたとの関係を進めていくことに後ろめたさがあるっていうことですね。どうしてもまだ男性不信、女性不信みたいなね、まあ、あとは恐怖症、恋愛恐怖症みたいなものを抱えたまま、あなたとの関係を進めていこうとすると、あなたのことを疑いたくないのに疑ってしまうとかね、信じられなくなってしまう感情がある中で、あなたとの交際に進むっていうのは、やっぱりあなたにも迷惑をかけてしまうっていうところがあるので、まだ一歩こう踏み出せなかったり、あなたの気持ちにね、こう応えるっていうことはできなかったりする。なんかそういうね、だからちょっとこう立ち止まっていらっしゃる方なのかなと、心の傷によって。で、現在治療中みたいなカードも出ていて、これは休息と若返りということで、これもね、まあ、座って、まあ、なんだろうかな、まあ、瞑想をしているようなね、人がいるんですけれども、まあ、やっぱこう、休息をとっているわけですね。休息をとって自分の回復に努めている。これはまあ、内的なところだと思います。自分の内側の部分ですね。この受けた傷っていうのを、まあ、恋愛というものから休んでね、今は離れて、その自分の中のものをこう癒そうとしている。若返らそう、らせようとしている。この若返らせるっていうのは、いわばその傷を受ける前の状態ですね。傷を受ける前は、すごくその恋人に対して、ね、こう従順だったところがあったっていうのがあった通りね。まあ、従順というか、すごく誠実だったところがあったように、心から信用していたわけですね。お付き合いする人のことを。だからその時の自分に戻れるように今、こう、回復に努めていらっしゃる、そういう方なのかなと思います。で、お相手の方がその1年後ね、あなたとの未来をどう考えているのかっていうことで、こちらのカードが出ているんですが、フォーカスオンラブっていうカードが出ています。だから、1年後にはあなたとの、まあ、愛ですね。まあ、ラブっていうのは愛、まあ、恋愛に集中していると。だから、1年後までにはあなたとはお付き合いをしていたい。だから、それが実際にできるようになるための今の休憩っていうことなんだと思うんですね。まあ、休憩というとちょっとあれですけど、休息にはなっているのかなと。だから、1年後にあなたと恋愛関係になっているっていうことを想像はしていらっしゃる。今は答えられないけれど。1年後には一緒にいてね。それこそ愛を育んでいる仲になっていたいなと。
というふうに思っていらっしゃるということなんですね。うん、だからどうしてもあなたとの、あなたからの気持ちに応えたくないとか、あなたとはそういうなんかこう恋愛関係になりたくないっていうわけじゃなくて、今はなれないみたいなのが、強いのかなと思います。で、次に、まあ、こちらのカード。これはまだ見てなかったですよね。はい、力というカード、逆位置です。力というのも、これ見ていただきたいんですが、まあ、ライオンですね。ライオンをこう、うまくなだめている女性がいるわけなんですが、このライオンっていうのは自分の中での感情とか本能とかね、そういったものを表していて、それをうまくコントロールしている姿っていうのを描いています。だから、まあ、感情のコントロールとか、まあ、本能で走らずね、理性的になっているっていうカードなんですけども、これ逆位置になるとなだめられていない。いわばもう本能が暴走してしまって、感情が抑えられなくなっていたり、コントロールできなくなっているっていうカードになるんですね。だから、今の自分っていうのは心に傷を負っているからこそ、あなたとのお付き合いをしたとしても、どこかでね、感情を抑えられなくなってしまって、まあ、あなたに、こう、あなたのことを傷つけるようなことを言ってしまったり、やってしまったりね。せっかくあなたがすごく好きでいてくれているのに、自分は疑うっていうことをしてしまうとかね。なんかそういったことをやっぱこう、懸念していらっしゃっていて、今はちょっとね、気持ちに応えられないんだっていうふうには思っていらっしゃる。まあ、そういったね、方なのかなと思います。だから、今の時点で、例えばあなたがね、もうすでに告白をしていたとしても、その、ちょっと今待ってほしいということで、まあ、なんだろうかな、その告白のね、答えに対して保留をこう出していらっしゃるような方なのかもしれないですね。はい。で、こちらのカードなんですが、インスピレーションというカードが出ました。まあだから、その単純にね、こう惚れている惚れていないとかではなくて、もちろんその、好きという思うところもあるんだけれども、何かこう縁であるとか、なんかこう直感も働いている二人なんだと思います。あなた自身もお相手の方に出会った時に、単に見た目が好きとかそういうのだけではなくて、あれこの人となんかこう以前に会ったことあるかもとかね、あれこの人はなんか他の人と違うなって、この人となんかこう一緒になるために今があったのかなとかね、この人はなんかこう他の人にはない、なんかこう自分と、なんだろうかな、すごく通じ合うものがあるなとかね、なんかそのインスピレーションが働いているんだと思うんですね。これはお相手の方も同じで、あなたには何かその、言葉にはするのは難しいんだけれども、なんか惹かれるところがある。単に見た目がすごいタイプとか、そういうのではなくてね。あれ、なんかすごい懐かしさを感じるなとかね。すごく、初対面なんだけど、親しみやすさを感じるなとかね。なんかこう、居心地の良さを感じるなみたいなね。だからそういった意味ですごい強烈にね、なんかこう、記憶に残っているところがあるから、まあ、この心の傷を癒したらですね、ちゃんと、まあ、恋に進んでいきたいっていうふうにも思っていらっしゃるんじゃないかな。ただ今は、申し訳ないっていうような気持ちでね、ちょっとこう傷がまだ深い状態だからっていうことで、ね、ちょっとこう延期していらっしゃるのかもしれないけれども、まあただやっぱこう繋がっていたいという思いはあるのかなと思います。で、そうですね。まあ、あとは、まあ、こちらのカードもそうで、まあ、地球に生きるっていうね、アースドっていうカードなんですけれども、地球に生きる。まあ、物質世界と精神世界のバランスということで、やっぱりその、物質世界っていうのは自分の外側の世界ですね。外側の世界っていうのも自分の内側の世界、精神世界ですね。が、うまくバランスが取れた時に、やっぱこう、外側のね、世界がバランスが取れるようになる。だから、なんだろうかな。お相手の方は自分の目の前に広がっている世界の状況が、状況の良し悪しで自分のメンタルが形成されるというか、自分のメンタルが形成された上で外側の世界が作り上げられていくって考えていらっしゃるわけなんですね。だから自分の心をすごい大事にしていらっしゃる方、心の状態ですね。だからこの心の状態がうまくいってない時っていうのは、何をやってもうまくいかないから、だから遠ざかるみたいな、そういう考え方とか価値観を持っていらっしゃる方。だから、すべてのことをうまく活かせるためには、自分の心の状態をまず良くしなきゃいけないっていうことで、それを良くしていらっしゃるわけなんですね。
だからそういった意味でも今はね、あなたとの恋も1年後までにはね、やっぱこう進めていきたいとは思っているからこそ、これは外側ですよね。あなたとの恋っていうのは外側の状態を良くするには、まず自分の内側のね状態を良くしていかなくちゃいけないっていうことで、今そこに努めていらっしゃるということなので、だからまあそこのね、あのお相手の方の心の状態が良くなることを、まああなた自身がね、まあ手伝ってあげられることがあれば手伝ってあげるっていうことですね。そこを何でしょうかね、心の状態を良くしようとしているお相手の方を邪魔したりだとか、逆にその刺激を与えてしまわないようにだけ気をつけていかれた方がいいかなと思います。こうね、瞑想している人にトントンとね、こう肩を叩いて、あの告白の返事まだでしょうかみたいなね、こんなことはされないと思うんですけども、極端に言うとそういうことですね。じゃなくて、瞑想しているんだったら、例えばあなたも隣で瞑想してあげるとかね、なんかそれぐらいの寄り添い方の方がいいということですね。今は刺激を与えないようにしたりだとか、その回復を手伝ってあげるとかね、それをしてあげた方がいい方だと思います。はい。まあだから、ちゃんとね、1年後にはあなたの恋愛というものは考え、まあ1年ドンピシャで1年後じゃなくてもね、1年以内には恋に進んでいけるようにしていきたいっていうふうに思っていらっしゃるってことですね。はい。まあそれがね、少しでも早くできるように今回復に努めていらっしゃるということだと思います。はい。ではね、最後にそのお相手の方のイニシャル見ていきたいと思います。カードをシャッフルして4つのイニシャルが出てくるようにしていきます。その4つのイニシャルのうちどれか1つでも名前もしくは名字、あるいはね、ニックネーム、ハンドルネームに入っていれば OK ということで、まあ4つ引いていきますけどもね、同じイニシャルが被る場合もございます。その時はもう1枚引いて4つね、4種類出てくるようにしていきます。カードの内容は今回関係なく、イニシャルだけに注目していきます。では見ていきましょう。イニシャルです。はい。一つ目が W が出ました。次が B ですね。 B、 次が A になります。 A、 最後が C になります。もう一度見ていきましょう。 W ですね。まあ和ゆえを和音ですね。和田さんとか脇さんとか脇屋さんとかね、まああると思いますし、ワンさんとかね、なんだろうかな、まあ W ね、あると思います。まあ B もそうですね、バンドーさんとかね、バンナイさんとかね、まあこれベンさんとかね、いろいろあると思います。 B、 ババさんとかね、ババゾノさんとかね、あるのかなと思います。 A ですね。 A もまあ朝倉さんとかね、浅田さんとかね、浅香さんとかね、愛子さんとかね、あこさんとかね、愛田さんとかね、いろいろあると思います。 C ですね。 C もまあ、千葉さんとかね、蝶野さんとかね、千里さんとかね、千雪さんとか、いろいろこれもね、 C あるのかなと思います。イニシャルおさらいです。 WBEAC になります。 WBAC になります。はい。参考にしていただけますと幸いです。はい。そして最後ですね、こちらのカードです。 Swing Beyond というカードです。向こう側を見ていこうということで、まあこれね、短い先、まあ目先のことを見るんじゃなくて、長い先の未来を見ていって行動していこうということですね。まさに今回のお相手の方に向けてすごく大事な方の、ことなのかもしれません。すぐに結果を求めてしまうと、お相手の方のね、その回復をこう邪魔してしまったりね、刺激を与えてしまう。だけれども、長い先の未来を考えて行動していけば、お相手の方ね、そのケアを手伝ってあげたりだとか、それをね、することの意味っていうのがわかると思うので、まあだからその短い先、近未来のことだけを考えていくんじゃなくて、長い先の未来を考えた上で、自分が今何をするべきなのか、今していることの重要性を理解していくっていうこともすごくこれ大事になってくるのかなと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は眠れない時はどうしていますかということで、ご質問いただいた内容になります。ご質問ありがとうございます。
そうですね、幸いなことに今の時点では眠れないっていうことは、まあ、そうそうないんですけれども、まあ、でもね、たまに寝れない時っていうのはあったりするんですが、その時にはですね、やっぱこう、寝よう寝ようって思うと寝れなくないですか。だから、まあ逆にね、その寝るなと、絶対に寝るなよということを思うとなんかこう眠くなっちゃうとかね、あとはなんかちょっとこう怖いことを想像するっていうのも、私の中では眠れる方法で、うん。なんかね、その、海にね、どん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 こう沈んでいく自分を想像してですね、海の生き物って結構怖くて、でも怖いけれども結構見ちゃうことがあるんですね、あの YouTube とかでも、うん、巨大生物とかですね、だからそれをなんかこう想像していると、なんかこういつの間にか眠れているというか、もしかしたら気絶しているのかもしれないですけれども、うん、なんかそんな感じでね、寝れたりもするんですが、皆さんはね、あの眠れない時どうされていますでしょうか。ね、まさにこう眠れなくて悩んでいらっしゃる方もね、いるかと思うので、ぜひねコメント欄で、情報をねこう共有していただけると嬉しいです。はい、ということで、C をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので何か特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただきますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。